は77キロまで太ってて、この人57キロの選手なんですよ。でもうすごいだいぶ年も上の方なんですけど、僕はこの人に憧れてキックボクシングを始めたんです。この人もともとすごいいじめられっ子 でどうしてもこの人に、俺はこの人になるんだって決めて、その思い込みを持って始めたんですけど、立島敦史さんっていう方なんですけど、この人に憧れてキックボクシング始めて、でも団体も違うし階級も違うしやってた時代も違うんで、やることなんか間違いなくなかったし、現役中に別に興味があったわけではないので、だけど僕は辞めて、しばらく辞めたっていうか、僕は一回ケツまくったんですよ。キックボクシングもういいやと思ってから、だけどなんか自分で始めたことなのに、なんかもういいやで諦め、なんか納得できないなって言った時にこの人が復帰されて、6年半ぶりぐらい復帰されて、で俺はこの人とやんない人生でいいのかなと思って、そこから4ヶ月で20キロ落としてこの人とやってもらったっすね、はい、で最後僕が肘で頭を割られて負けて僕はキックボクシングを引退してるんですけど、そこはまあ悔しいところではあるかもしれないんですけど、あんまり悔しくなかったんでやめたんですけど、このとこ割られてもう動脈が切れて血が吹き出してきたんで、もうああもうこれ止まるなと思ったらやっぱり止まったっていう、向き合った時はこの人はこうなんか刀を持って入場してきて、で切るパフォーマンスを必ずされるんですけど、それをずっとこう外側で見てたんですけど、初めて対面して見た時に、この時ですよね、あなんかこれってパフォーマンスじゃねえんだと思って、この人って本当に自分のことを切りに来てるんだなっていう思いを持って向かい合ったんですね。でなんか僕は現役の時にもう相手絶対ぶっ潰してやるとかって思いでやってたんですけど、潰される覚悟はなかったんですよ、してなくて、もう潰されるなんてことは絶対ねやってやるよって思いなかったんですけど、この人とやるときに初めてこの人のキックボクシングを終わらせようっていう覚悟を持って行ったんですけど、僕のキックボクシングもここで終わってもいいっていう思いが、そのやるからにはやられる覚悟も初めて決まった時ですね。なんかすごいフラットな、何の興奮もなくて、人のことを終わらせようと思って覚悟を決めて迎えに行った人ってこんな気持ちになるのかなって思うぐらい冷静だったんですね。なんか現役の時にたどり着けなかった心境で、この気持ちになれたのは人生においてものすごい、僕のキックボクシングで格闘技人生の中の素晴らしい経験だったなっていう。それがその実質本当に最後になったの で負けたことがなんか悔しい悔しくないとかじゃなくて、終わった時に負けて終わっちゃったんですけど、うわ切られたかだったんですけど、なんか充実感しかなくて、俺は15歳の時に憧れてた立島にたどり着いたぞっていう、15歳で始めた時の自分に会った時に、俺負けちゃったけど、最後切られて負けちゃったけど、俺立島とやったよって言ってあげられるなと思って、あの時の15歳で始めた、親にものすごい反対されながらも勝手に始めたキックボクシングをやってた少年の頃の僕に、なんか頑張れよって言える自分だったんですね、この時は。